どうもこんにちは。本日もご視聴ありがとうございます。今日はこのモンスターの新作、スーパーヒュエルという、ドリンクを紹介したいと思います。これは、モンスターが8月3日、2021年の8月3日に数量限定で発売した、これスポーツドリンクみたいなんですね。無炭酸の、スポーツドリンクみたいなんです。こんな感じでね、ペットボトルに入ってる感じになってるんですね。モンスターって缶のイメージあると思うんですけれども、これペットボトルに入ってます。500ミリリットル、550ミリリットルのペットボトルに入ってますね。で、価格は1本250円ぐらいでしたね。で、パッケージもモンスターらしい、黒っぽいかっこいいパッケージになってて、結構ペットボトル自体もなんて言うんでしょうね、ごついペットボトルに入ってるって感じですね。で、この味が、このブルーストリークってやつと、レッドダウンってやつがありますね。こんな感じです。パッケージはこんな感じ。結構デカめのペットボトルに入ってます。こんな感じ。結構ペットボトル自体もごついです。色はこんな感じですね。普通に赤と青のドリンクみたいな感じになってます。はい、じゃあちょっと飲んでいきたいと思います。まずこのね、赤い、レッドドラウっていう方から飲んでいきます。どんな感じなのか。意外とあっさりしてる感じですね。モンスターって結構甘みが強くてね、パンチが結構ある感じなんですけど、結構あっさりめな感じがします。あれですね。ストロベリーっぽい味がしますね。モンスターにしては本当にね、想像以上にあっさりしてる感じで結構飲みやすい感じですね。美味しいです。ストロベリー味みたいな感じで。めちゃくちゃ美味しいですね。で、味のね、あれはドラゴンフルーツが、イメージされてるような感じみたいですね。ドラゴンフルーツの味がちょっとよくわかんないですけど、自分はイチゴっぽい感じにね、感じました。で、今ちょっとね、これをね、飲んでみた人の記事をね、ちょっと見てみてるんですけど、原材料がね、少し違うみたいですね。この2種類でちょっと違うみたいで、成分がね、自分ちょっとね、よくそこら辺詳しくないんですけれども、違うみたいなんで、そしたら、次はこのブルーストリークっていう方を飲んでいきたいと思います。なんて言うんだろうな。何味なんだろう。美味しいですけど、結構これもあっさりめでね、結構飲みやすくて美味しいんですけど、何味だろうな、これ。メロンっぽい感じもしますけど、多分メロンではないですよね。ちょっとソーダっぽい感じなんですかね。でも結構ね、そんなにね、味もどぎつくなくて、飲みやすいですね。ということで、今回は、このモンスターから、新しく発売されたこの、スーパーヒュエルを、飲んでみました。意外とこのモンスターにしてはめちゃくちゃあっさりしてて、炭酸がないっていうのもね、あるかもしれないですけど、めちゃくちゃ普通にジュースっぽい感じでめちゃくちゃ飲みやすくて、味もあっさりしててめちゃくちゃ美味しかったですね。で、こっちがドラゴンフルーツで、こっちがソーダ味みたいな、そんな感じで、ね、いいと思います。で、若干成分が違うみたいなので、そこら辺も見てみて。で、550ml って少し多めなので、結構ね、コスパはね、普通のモンスターよりいいかもしれないですね。結構ね、美味しいです。モンスターってことなので、カフェインとかも結構ね、多く含まれてると思うんで、結構普通のモンスターって結構パンチがあって、苦手な人とかも結構ね、いると思うんですけれども、これは普通にあっさりしてて、ジュースっぽい感じで飲みやすいので、一回そのね、普通のあの緑のモンスターとか苦手な方でも一回これ飲んでみるとね、結構モンスターハマるかもしれないです。美味しいです。意外とね、そんなに味も濃くなくてね、飲みやすい感じでした。ぜひこの、モンスタースーパーヒュエルおすすめできる飲み物だなと思いました。これ、自分はセブンイレブンで買ったんですけれども、機会があればぜひね、飲んでみてください。このチャンネルでは、主に商品の開封やレビューなど、やっておりますので、
ぜひね、高評価とチャンネル登録の方していただいて、他の動画もね、ぜひ見ていただけると嬉しいです。そして、他3本の YouTube チャンネルと、各種 SNS やっていますので、概要欄の URL からチェックしていただいて、フォローとチャンネル登録の方していただけると嬉しいです。ではまた、次の動画でお会いしましょう。